今日ね、スーパー行ったら、なんと、ザンと氷見てくれ。めっちゃ久しぶり。生物図鑑組、深海生物編、発見しちゃったんだよね。うわー、よかった。これまだね、コンプしてないから、ぜひ、コンプしたいんだよ。いやー、見て、シーラカンス、メンダコ、ダイオウグソクムシ、そしてこの可愛いグミ、コーラ、ソーダ、みかん味で、俺がね、持ってるの、今ね、チェックつけてきたんだけど、まあ、こんな感じになってるんだよね。あと10種で、コンプリート、全部。うわ、長いね。ダイオウイカ、今日ダイオウイカゲットしたいんだよね。ダイオウイカと銀ザメ、あとスケーリーフット、あとさ、このナンバー19の深海6500カード、これもゲットしたいんだよね。あとリュウグウの使いも欲しいね。てか食ってみたい。なんかテレビでね、リュウグウの使いを食ったっていうやつやってて、よし、じゃあ一発目から来てくれイカ様。超キュウリ、イカよ来い、イカよこれ。ていうかまだ生物図鑑さ、深海生物編だったんだね。もうその次の段にさ変わっててもいい頃なのに、まだやっててくれて助かったわ。このグミね、いやーかわいい。愛の変わらずの可愛さ、メンダコホッピンアイ、夏いな。あのホッピンアイ、愛のガチャンを久しぶりにやりたいな。さもうメンダコじゃねえか、すげえ初、かわいいメンダコ。うわ超かわいくないこれ。おめめメンタも結構でけえな。ギョロリギョロリギョロリ。うわー、なんかエロい目してんだこいつ。スケベーな目してねこいつ。メンダコやったー。26センチ、意外にさちっこいよね。これで体長100メートルだったらお前端から端まで100メートル。うわロマンショー。行くぜ。はあ、来てくれイカよ。まあ今日ね全部初の来てもコンプはできないんだけど、まずはグミから出してね。さっ、うまそう、うまそう。いきますイカ。あー、持ってる。オニアンコの仲間かぶったか。これこれ、みんな覚えてるこの衝撃。オスはね、メスを見つけると体表面に噛みつき、血管なども融合させ、なんとね、一体化してしまう。丸。すごいよね、これ。オスはメスから栄養をもらって精子を作り、子孫を残すことに専念する。一匹のメスに複数のオスがくっつく場合もある。メスモテモテじゃねえか、おい。すごいよね。俺これ知らなくてこのカードゲットするまで。いや、もう衝撃。深海生物すげえってなったもんね。人間でさ、考えたらすげえ面白い。男はたくさんくっついてんだよね、女の子に。いやいい迷惑だろうなこれ。いや面白い。深海生物ってすごいな本当に。笑えてくる。でも想像したら人間でね。よし行きます。あー、シーラのカンスじゃないですかお前。シーラカンス持ってるね。くそ、やっぱかぶりまくるなシーラカンス。でもねこのカード好きだからどうする。シーラカンス結構かぶってるから開けるか。うん、開けてさ見ようか。この出してちょっと邪魔なんだよねこのビラビラ。このビラが邪魔で見えないんだよ。さ見てシーラカンス。おお、生フォルム完璧なる。かっこいいよな。よしイカ頼む。ダイオウイカはまずいらしいね。本に書いてあった。ダイオウイカはなんかアンモニアが強すぎてまずいらしいね。さ行くぜ。イカよイカよ来てくれイカイカ。ラブかラブか。これ4枚目かなラブか。すげえめっちゃくんな。見てこのかっこいいイケメンフォルメ。うわーかっちょいい。最後イカよ来てくれ最後イカよ。ポリコロリー。はいグミマジか取れなかった。いくぜいくぜ。くそーってなかった。持ってる。っていうか初カードメンダコホッピーアイだけなんだけどマジでかくっそ。こんだけ。いやー5パック全部買ったのにな。4パックかぶって1パックだけメンダコホッピーアイ。コンプきついね。このお目目が怖いわこれ。隙間からさ、窓の隙間とかからこの目あったらちょっと怖くね。充血してんもんな周り。うわーメンダコホッピーアイ、はあ、ありがとうございます。まあ来てくれただけで感謝しないとね。ということで、今回の開封結果はなんと1枚だけ、進んだのは1枚だけでしたと。みんなすまない。コンプできないかもしんない。くそー。このシリーズはね、コンプできないにしてもダイオウイカは絶対にゲットしたいから、頑張って見つけてやっていこうと思う。じゃあ最後は、ザン、メンダコ、ホッピンアイバイバイである。このお目目見て、じーっと。じわるからマジで。このお目目。すげえ。なんか怖いな。この目で見つめられると。落ちるわ。これは落ちるぜ。